筑後山和正は、立浪部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、石橋和正。福岡県柳川市出身。185センチメートル、106キログラム。最高位は東十両二枚目。得意技は、右四つ、より。福岡県柳川市の中学練習館から、中央大学法学部に進み、卒業直前に招集。大きな体に合う軍服がなかったため。 陸軍気象部に配属され、終戦を迎えた。卒業後は、農林省に入省。官僚時代に、横綱、羽黒さん、政治一行が巡業で柳川に来た際に勧誘されて、立浪部屋に入門することになり、その翌年1948年5月場所に、初土俵を踏む。1954年3月場所に十両に昇進。 その場所は13勝2敗の好成績を上げ、優勝決定戦に進出。その後も勝ち越しを続け、体格と相まって周囲から無有望視されていたが、出羽の海部屋の出羽港と対戦した際、土俵で失神するほどの強烈な張り手を受け鼓膜を損傷。体にも少し麻痺が残り、以後の成績にかなりの影響が出た。その後入幕まであともう一歩という時に膝を故障。 1959年1月場所に引退。引退後しばらくは、立浪部屋の事務を担当。その後、王子の経営する景品土地に勤務。親族たちと共に、横須賀市、浦上台一帯の宅地造成事業に尽力した。1978年3月12日、52歳で死去。羽黒山と。ありがとうございます。